16の頃、僕は一人客席にいた。何ヶ月も前からチケットを取って、カレンダーに印をつけて、あの人の歌を何度も何度も聞いて口ずさんだ。生まれて初めて行くコンサート、前の夜は眠れなかった。くじけそうになった時、何度あの歌に支えられたことだろう。薄暗いホールのシートに身を任せ、胸が高鳴ってゆく。コンサートの幕が開く、憧れの人が目の前にいる。夢のような時間は流れ、ずっとここを離れたくなかった。二十歳の頃、君と二人客席にいた。ちょっと無理して手に入れたチケットで君を誘った。時々触れる肩と笑顔を感じて僕は嬉しかった。僕の心の半分はステージに、半分は君に向いていた。帰り道、君が好きだと思い切って言ってみた。人がいるの今は、そう言って君はうつむいた。コンサートのアンコールのあの曲が流れてくるたび、あの日のこと「あの日の僕が客席にいるような、そんな気がします」